高田方の市民で作る市民刷新ネットワークがきょう石丸市長に辞職を求める要求書を市に提出しましたきょうの午後市役所を訪れたのは安芸高田方市政刷新ネットワークのメンバー10人です石丸慎二市長へ宛てた辞職要求書を提出しましたきっかけは石丸市長が恫喝を受けたとした市議会議員が損害賠償を求めた裁判です 広島地裁は先月同割はなかったとし、市に遺棄料など三十三万円の支払いを命じました。市は昨日一審の判決を不服として広島高裁に控訴しました。我々としては、まあ、っとうな政治でないというふうに受け止めております。このような混乱が大きさの県内でも二十八市間違いますが、どこもありません。 石丸市長は辞職要求書の提出を受け、コメントは差し控えるとしています。